こんにちは。私の名前は梶山舞と申します。福岡県出身です。こんにちは。私の名前は加賀津郁美と申します。私は沖縄県出身です。2人とも来てちょうど今1ヶ月になったところです。で、ここのいいところはすごく少人数なので先生に質問もしやすいし、クラスメートともすごく仲良くなれてるところかなと思います。うん、私もそう思います。そして先生たちもとても優しいので、わからないところがあったら一つ一つ質問できるし、一人一人にちゃんと対応してくれるので、とてもいいところだと思います。もし何かホームステイとか、住んでるところとか勉強のところで、迷ったり悩んだりした時は日本人のカウンセラーの人がいらっしゃるので、すぐに相談することができます。さっきも言ってくれたんですけど、やっぱり生徒が少人数なので、それぞれの国の子どもたち、それぞれの国の、人たちとすぐ仲良くなれて、いろいろわからないところもお互いで聞き合ったり、とてもいいところです。なので、英語、もちろん英語でクラスメートとお話をすることも今はとても楽しくできてます。そして、Q イングリッシュアカデミーは、交通便が良くて、バスがいっぱい出てるので、いろんなところに行けるのでとてもいいところです。今から、学校が終わってお休みの時どういうところに行こうかなというか、いうことを考えることを楽しみにしてます。